ナベキュー、プロなんだから打ってほしい。後続の投手はその後を無失点に抑えて試合を崩さなかった。渡辺監督代行も上出来だったと投手陣の踏ん張りを称えた。その上で打撃陣に触れ、打線の方に問題があるのは分かっている、対策は練っているんだが序盤から簡単に打たされている、プロなんだからしっかりやってもらいたいと厳しい言葉で奮起を促した。そんな気持ち一つで打てりゃ苦労しねえよ、まあ多少はね、相手もプロやし。お前もプロの監督やろが、最近マリと勝ってるけどそろそろガモーの勝率超えた、これはプロ野球なんだよ。投げてる方もプロじゃん。1点2点1点、これで3勝できるんやから点取る必要なくね。みんな打ちたいと思ってやってるよ、でも打てないんだもん、しょうがないじゃん。お金もらってるからプロなんだ。先発が9回無失点に抑えないのが悪いよね。そんなクソ打者を集めたのは GM のお前だろ。打線ってチニドラとそっちがひどい。なんかまるで感染してるおっさんのようなコメントやな。何のために指揮権持ってるんやお前。まあ1試合でヒット1本くらいは打てやになるな。あとは噛み合えば勝てるんやし。セーブをバカにするとプロハンターに打たれるぞ。編成の問題だろ。こんだけの頻打でなんで去年のドラフト投手ばっかり取ってんだよ。ご視聴ありがとうございました。